こんにちは、たくみです。こんにちは、鶴巻真希です。 YouTube チャンネル正式解説から9ヶ月、状況もいろいろ変わってきたので新しい自己紹介動画を作ったよ。それじゃ、たくみちゃんよろしく。名前は坂野城たくみと読みます。坂野城の姓は Twitter 等の検索用にユニークな名前となるようつけたものなので、普段はたくみちゃんもしくはたくみんと呼んでもらえると嬉しいです。たくみさんでもいいけど、カタカナでたくみはダメみたいです。年齢は22歳になります。ですのでお酒やギャンブルの話題も OK です。でもセクハラ等の行為に対しては厳しい塩対応をするのでご注意ください。誕生日は9月14日になります。最初は V 活を使用していて、バーチャルの世界に生まれた日となります。今はカスタムキャストをメインとした活動になっていますが、 V 活でも活動しているので、どちらの私もよろしくお願いします。 YouTube チャンネル名はたくみの部屋、たくみんずルームになります。 YouTube 用ハッシュタグはたくみの部屋、それとバーチャルキャスト画像投下用としてたくみん VR があります。好きな VTuber はみやぞうことなるせみやさん。自由奔放で危なっかしくも見えるのですが、安心して配信を見ていられる癒しの存在です。そして相方の猫姉さんのことも大好きです。企画を立てたりする側の方なのですが、たまに出演した時にはいつもみやぞうさんに振り回されてます。そしてあんずちゃんこと日の森あんずさん。あんずちゃんは可愛い女の子です。好きなことはバーチャルキャストを中心とした VR 空間へのダイブ、オキュラスクエスト2を使って凸メインで活動しています。次にゲーム関連、最近動画投稿や配信はできていませんが、ジャンタマやフォールガイズをやっています。機会があれば一緒にプレイしたいと思っています。そして最後に高知競馬、有名なハルーララが走っていた競馬場です。そして私は橋口さんの実況解説が大好きです。いつか個人協賛レースをして橋口さんにメッセージを読んでもらいたいです。 VTuber としてはどういう活動をしていくのかな。 YouTube での活動は動画投稿がメインで、高知競馬公式放送の盲点予想まとめと情報工学や電気工学の教育系動画が今のメインとなっています。もちろん VR に関する投稿等もしていきますし、ゲーム配信で一緒に遊びたいなとは思っています。毎日の投稿や配信はできませんが、週1回は YouTube 活動をしていきますので、見に来てもらえると嬉しいです。あとこちらも毎日ではありませんが、夜間の日付が変わる前ぐらいまでの時間帯でバーチャルキャストに入っていますので、見に来たり中に会いに来てもらえると嬉しいです。最後に Twitter 活動として毎朝挨拶と一緒にカスタムキャスト等で撮影した写真を投稿しています。YouTube のチャンネル登録と Twitter のフォローをしてもらえると嬉しいです。そして私、鶴巻真希も動画投稿のアシスタントとしてこれからもよろしく。自己紹介動画は今回も拡張編に続くよ。ご視聴ありがとうございました。